ももこです。そんないらんか、こんな時間に。ただいま深夜、我が家にとっては深夜0時20分、はい、現在ですね、群馬県の北軽井沢方面に向かって進んでおります。今回はですね、高速を一切使わずに一体何時間かかるのかやっております。まあね、あの一気に行くとね危ないんでね、途中一度休憩を取りたいんですが、その途中の目的地の到着時間が3時頃となってますので、あと約3時間ほど走りたいと思います。ちなみに私はつい先まで寝てましたね。まあとある事件が起きたんでね、あの目を覚ました状態でございます、はい、安全運転で第一チェックポイントまで向かいたいと思います。四日市の工場地帯っぽいところまでやってきました。確かね、ここら辺に工場夜景の撮れるねスポットがあるはずなんですが、皆さんにね工場夜景を、素敵な工場夜景をお届けしようとは思ってるんですが、いかんせんぼーっとしてたらあかんでって言われるぐらいぼーっとしてるんでちょっとねうまいこと撮れないですね。ただいまですね、岐阜県にあります花街道つけ地という道の駅、こちらでね、少しだけ仮眠させていただきました。今の時刻は7時です。ここ着いたんがね、予想より待望遅くて4時ぐらいに着いたんで、だいたい3時間ぐらい仮眠させてもらいました。起きますとなんとね、また大雨です。前回のキャンプに続き大雨となっております。ローソンがね併設されてるんで、そこでねちょっと朝ごはん食べて目的地までね、この雨の中向かいたいと思います。はい、それではちょっと朝ごはん買いに行ってきます。というわけで、ただいま長野県に入っております。道の駅のおやき。はい、今日のお昼ご飯です。お昼までにね到着したかったんやけど到着せえへんから、ちょっとお昼食べに行きましょう。お蕎麦やな、これけど、お蕎麦っていけなさそうやね。お蕎麦なさそうやね、山賊定食。乗りすぎか。うん。がっつり行きすぎ。冷やし六助蕎麦と、天ぷら？こっち。山わさび蕎麦の中。ね、大でもよかったかな。めっちゃ美味しそう。うん、いただきます。いただきます。
集めました。各の。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それでは残り80キロラストランと参りましょう。めちめち。どうした？眠たい。昼は任してやってない。もうそろそろ到着の予感ですよ。諸事情によりラストランは奥様が飾っておりますので。全然いいや。頑張ってください。ゴーさんはね、いっぱい食べていっぱい寝ちゃいました。目の道はキャベツの中を渡っていきます。で、そこの下にね、コートが見えたんよ。あったあったあった。はい。はいはいはい。やったやった。なんと家を出てから約12時間以上、睡眠時間も合わせたら16時間ほど走ってきました。運転お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうぞ。はい、こちらでございます。小滝テニス、本日の目的地でございます。はい、到着です。感動のフィナーレ。へー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 ラスト30分以上寝てたからね。何してますよ。SD カード入ってなかったね。ここまではもういつも通り立てます。こんな感じのとこで立ててます。ただね、ここから撮っていきますね。できました。今回はこんな感じです。前と違うのがですね、あの小川張り用のロープを買いました。これですね、ちょっとたるんでるなちょっとたるんでるけど、まあ、雨入ってけんかったらいいかなって感じですね。今回はね、そんなに雨が強く降らへんと思うんで、あそこに見えるかな、あっちに一番トップがあって、こう下がってきての、ここでね、一回ペコンってなってるんですけど、まあ多分裏に回ってくれるんじゃないかなと思います。もしあかんかったらまた組み直します。今回の見どころはですね、ゴーさんのこのタオルが一体何種類出てくるかを皆さん数えてみてください。はい、それではね、晩ご飯の買い物とか行きたいと思います。なんか前と一緒もや雨の次は風ですか。要塞みたいな。わーお、全部倒れちゃう。なんか突風みたいな感じだね。電池がありません。はい、というわけで、すごい風やった、うん、ちょっと一気にうまそうになった。こっ
っちやで、ゴーさん。To the kids playing going loose. 虫がいいです。The rainbow colored bouncy balls and the ice cream. 今日はね、もう簡単にセブンで金のハンバーグを買ってきました。頭に入らないもん。何でしたっけ？お腹が臭いから。今までのキャンプ場の中でナンバーワンというか、キャンプ場ではない。キャンプ場ではない。To the couples in love and the seagulls above and any other living thing or creature I can think of, I wanna sing. Ooh.